命に感謝していただきます。しぶりの冷凍してたニラをね、全部入れましたよ。明日は雨なんですけど、明日畑行きます。やることがある。風も強いからね。その対策。
この前そういえば、俺、麻婆豆腐食ってる時に死にかけたよな。今思い出した。危ない危ない。あの時もね、なんかね、ガシガシ食ってたんですね。それがなんか、気管に、気管にさ、入ったんですよ、この麻婆が。この前畑にね、ネギの根っこ刺しといたんですよ。スーパーで買ったやつ。めっちゃ伸びてた。キララの目が覚めた。
寝た。背伸びして寝た。ゆめさん、楽しい一日。失礼。安全な一日。一分一秒大切に、残り限られた人生を、たくさん地球のために使ってください。